どうも、このまるです。きたらです。今日は BE:FIRST ファーストワンマンツアー B1 2022-2023 のフール配信の感想4つ目やっていきます、まあ、安定のね、2曲ずつ進めるっていうさ、高度な技をさやってんだけど今のところそうだね。なんかさ、まあ、ここからも結構いい曲続くからさ、うん、やばそうな匂いしかしないよね。いや、そうよ。今回もなんかちょっとね、刻まれそうだね。ね。で、じゃあ、セトリがこちらです。まあ、前回ね、まさかセトリ入れるの忘れてたんだけど、今回は入れまして、モーメントで終わってね。で、モーメントが、後ろのスクリーンがずっとさ、お昼ぐらいからどんどん夕方に差し掛かって、曲が終わるみたいな感じだったじゃん。うん。スクリーン的に。で、どん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 さ、曲終わってからさらに暗くなってって、うん。あれ、なんか、何が始まるんだみたいな感じだったじゃん。ね。しかもさ、なんかその夜っぽくなって、さらに、その、で、よく見返したらさ、なんか夜になったけど、なんならもっと深い夜になって、深夜になった感じで、なんか電気全部消えて、みたいな。ね。いや、そう。なんかここまで正直暗いとさ、街として大丈夫みたいな。スラム見ないみたいな。スラム見。あ、そうだね。だってこんな寝静まってるのに、また7人がさ、集結して。うん。怪しさしかないよね。いや、そうな。あとやっぱりさ、街灯の光がないと犯罪率増えるから、マジで、ねえ、つけた方がいいよって。そう。いや、そうだね。いや、それでいて、結構街並みだったのが、結構さらに奥深く、なんかちょっと地下っぽい、半地下みたいなとこっぽいさ、コンクリートに囲まれた。もうそれ、すごい好きだから。そうだね。すごいいいけど、なんか、大丈夫かなっていう気持ちにはなるよ、一応。この街は安全ですかっていう。ねえ、ちょっといいね。あんなにさ、綺麗な景色だったのに、一気にこんな表現する感じがね。でもやっぱさ、ちょっとアングラ感、まあ、言ってしまえば、うん、にふさわしい感じだったね。なんせ次がさ、ミリビリだからさ。いや、そうなん。ねえ、ぴったしだよね。うん。まあでも一応ミリビリ始まる前にさ、街灯っぽいのついたからやっぱよかったね。工場が動き出したみたいな。いや。まあ、そうだね。あ、でも下からさ、煙出る道ってあるよね。日本じゃあんまないと思うけど。なんか、フォ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 って出るようなところの、そういうイメージなんかな。ニューヨーク的な、わからんけどさ。あー、なるほどね。うん。え、でもミリビリマジで、私大好きだから、うん、超テンション上がったよ。上がった。てかね、これ覚えとる。ライブの時、ほら、俺の方がさ、ちょっと手前にいて、後ろこだまれだったけど、なんか声聞こえたもん、この、キュ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 の時。なんかやっぱ来たーみたいな、なんかもう、ふわーみたいな声聞こえた、こだまるの。声低かった?いや、そこまでは覚えてないけど、多分低かった。何の質問なん?でさ、もうここはさ、もう最初のシュンとの続形で違いのステータスのさ、もう、ドアップの顔がもうまずやばくない?いや、やっぱりよね、あれ。なんせさ、うん、ほら、ブルーアイズだから。いや、そうなん。なんかさ、だって一曲前はモーメントでさ、久保先輩のチアリーディングだったんぜ。それすごい好きだよね、そのワードといいさ、その実際のシュントの動きといい。そうなん。ここお気に入りすぎてめっちゃリピートしたから。そう。だから一曲でこんなさ、なんか表情変わるっていうか、こんな表現って言ったらあれだけど、もう違う顔見せてくれるから、もうやばくて。いや、なんせね、目線がほんと、目がやばいね。うん。いや、そう、目がやばい。そうそう、目つきとかね。うん。うん。いや、あとさ、やっぱこの曲すごいラップじゃん。うん。なんか最初から、いや、てかラップの曲だから当たり前なんだけど、もう冒頭から一気にラップっていうのがマジでかっこよくて。うんうんうん。そう、なんかその入り方もすっごい好きなんだよ。ね。いや、そうなん。最初はソータのパートだけど、なんかその後一緒に、りょうきとソータでちょっと掛け合いがあるじゃん。うんうん。でさ、りょうきパイセンがマジで演技入ってるからもう悪い。やからの廃炉で培ったさ、悪い演技が入ってるから。うん。なんか、言い方とかすっごい荒々しくて最高なんだよ。いや、わかる。そうだね。結構、ソータの方を見てさ、ちょっと小高いところからソータ見てさ、すっごいもうさ、ちょっともうすっごい姿勢悪くしてさ、なんか、ほんと悪いやつの感じでいいよね。いや、そうなん。いや、なんならその後さ、リョウキのパートになった時にさ、普通にさ、今までだったらうるさいなーの感じだったじゃん。うん。でも、このフールの場合はさ、ユニバージョンはさ、うるさいなーって感じでさ、なんか、もう、入り込みがすっごいんよ。
そうだね。本当にうるさそうな感じで言うよね。なんか。しかも、あと少しで切れますよっていう感じの、うるさいなぁだから。そう。うるーの、なんか、ちょっとできないんだけど、うるーのるがやばいよね。なんか。うるさいなぁの感じでしょ。そう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 、巻き舌のやつ。でもっと今の感じでもちょっと震えたりんかった気がするわ。西のからぐらい震えんと。会いたくて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 。じゃあどうぞ。ね、また体調崩さんでね。うるさいなぁっていうか、似てねえ。どうしよう。まあ、いっか。いや、でも、ニュアンスは大丈夫あっとる。なんか、うるさいなぁの、この、あーがちょっと喉震わせる感じ。うん。なぁの後震えとったね。ね。やっぱもうあと少しでぶち切れますよっていうあれなんよ。ああ、いやいいね。なんかちょっとさ、オーバー目ぐらいがちょうどいいじゃん、やっぱライブなんて。いや、そうそうそう、うん。だからさ、こうやって中毒性あるし、うちらもさ、こうやって印象的にね、残るし、うん、また見たいってなるし、料金ほんとマジいいよね。いや、いい。何回も言うけど、うん、ライブ力が、ライブ感がすっごい、すごいからさ、両機から漂うライブが。そうだね、動きがマジすごいもんね。なんかね、身振り手振りもだし、うん、うんうん。でその後さ、サビだけどやっぱシュントの声がまあ低い低いじゃん。うん、なんか実際に聞いた時もさ、うおーなんか痺れるってなったわ。うん、なんか響くって、なんか低いとこで響くみたいな、なんか地鳴りするみたいな。わかるわかる。うん、さすがに私ミリビリはできないもん、シュントそっか。何のそっかな。いやいや、好まれるもできんとかあるんかなと思って。そう。で、私ができるんがさ、角度違い、角度違いしかできんわけよ。なるほどね。うん。で、頑張って、I know we know。あ、全然ちょっともう今、できてないわ。最近やってないからかな。でもできとったよ。うん、本当？なんか音程違った気がした。ね、あー、もうちょっと低かったかな、ダム、いつも。そう。I don't wait. いけたいけた、今聞いたからいけた。ねえ、何の時間？ねえ、スクリーム予習する時間あったんだけど、今。てか、でもそう言いながらさ、ちょっと一回言ってた。いいよいいよ、全然やってとか言って。ねえ、すごい支援された、私。ねえ、すべてバラさんだよ。支援ムーブされたからやめて。っていうか、スクリーム2曲目で終わってるんだからさ、また戻らんでよ。今せっかく7曲まで行ったんだから。ほら、待っとる人がおるからさ、私なんかしら待ち人いるんよ。確かに、確かに。だってさ、わかる。だってそれやったんて、だって最近 I know it 聞いてませんみたいな人いたもんね。そう。今リクエストにお答えして、今やりました。いや、すげえファンサービス素晴らしいなと思いながら見てたよ。それやってって言うよね。でさ、そこのサビでさ、ちょっと演出面なんだけど、さっきさ、街からちょっと煙出てるみたいな、うん、あったけど、サビでさ、燃え出すんだね。そうなん。火事起きとったん、うん、そう。しかも、スクリーンで火事起きとって、しかも、ステージでも炎バーって上がっとって、前から後ろからみたいな。そうだね、完全に火事だね、うん、かじっとるね。でもさ、この日のやつのさ飛び方、後ろのスクリーンのね話なんだけど、うん、この日のさ飛び方さ、なんかなんだろう、ちゃんとした火事っていうか、なんか攻撃されてとか恋にやられたようなさ炎のつき方じゃない？あー、なるほど。もしくは火の粉が飛んできたとかだよね、遠くから。あー、そっか。結構火事っぽいバチバチバチじゃないもんね。なんかちょっとゆらゆら、うん、メラメラみたいな感じだもんね。うん。ね。しかも結構なんか青っぽいからさ、すごい高そうだよね、ほんと。何の話？そういうこと。いや、でもなんかこういう、そういう演出一つとっても面白いなと思って、サビで燃え出すみたいな。あー、そうだね、そうだね。うんうんうん、ね、うん。あとさ、そう、ミリビリミリビビリビビビビ、カエルペコペコミペコペコのさ、とこさ、なんか、みんなでさ、横にちょっとずれてってるじゃん。動いてるよね。ああ、そうだね。そう、そこも面白いよね。いや、確かにそうだね。なんか、これ知らんかったわ。これ見るまでわからんかったわ。ね、なんか忘れたんだろうね、多分ね。うちら実際見たとき。そこまで気が回ってなかったかもしれん。うん。なんかテンション上がっとったみたいなところあると思うから。うん。MV もそんな移動しとったっけ？ちょっとわかってないだけかな。見返したらそうなんかね、もともと。うんうん、ね。うん。あと個人的にはね、シュントの、スーってさ、息をさ、吸うところ。で、首をさ、
首、手をさ、ガーって首に持ってくとことか、めっちゃかっこいいよね。いやー、わかる、そこね。ね。ここたまらん人多そうやね。久保先輩好きの方。わかるわかる。そうだね。首んとこはね、確かに首の筋とか、ね、粉丸も好きだしね。首の筋みんな結構刺さるってことを学んだ？そう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 。結構コメント欄でも私もそうですって方いらっしゃって。そう。そう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 。あ、そっかと思って。そう。首筋とか、顎のラインとか結構刺さるよね。何の話今。で、サビ終わった後さ、次、マナとのパートなんだけどさ、結構、その、音源と違う歌い方してて、音程かな？ちょっと高めに歌うじゃん。うん。でもさ、あんなかっこよくさ、なんだろう、いつもと違うのに、全部正解な感じすごいよね。いや、そうだね。確かに、あのアレンジマナといいね。ねえ、なんかライブならではの、ね、歌い方だし、あれは。うんうん、そうね。そう。で、しかもその後、かな？ジュノンが、ジュノンのあの高音のとこあるじゃん。ダダ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 ダのやつ。そう、これ攻撃力高いジュノンだからさ。わかる。スパ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 ーンみたいなね。そう、みんな大好きなやつだから。うん。ね。やっぱ今、こう今まで腰に隠しとった何かをこうやってシャーンって出して、シャンシャーンってなっとるやんね。なるほど。すごいイメージは伝わる。なんか回転しながらそう、クアン・ルイさんぐらい回転しそうじゃない？伝わるそれ。ボイプラの話だったん急に。すっごいわかるんだけど、でも、俺は。回転がすごいからね、クアンルイさんっていう方はね、中国舞踊の。クアンルイさん。そう。で、あとさ、やっぱり、うちら好きなのが、リュウちゃんの毎日のとこじゃん。うん。なんかさ、ミリビリの MV のイメージがめちゃくちゃ強くて、なんかこのリュウちゃんの。うん。このなんか、いつもよりもヒップホップの感じの衣装で、なんかちょっと違うじゃんみたいな雰囲気のなんか感じのなんか MV のまま、MV かな？なんか MV のまま覚えてんだけど、なんかこうやってさ、ライブバージョンで表情があって、なんかそう、ちょっと演技してる感あるのすごいいいなみたいな。そうだね。なんか、毎日でさ、ちょっと斜め下見るもんね。うん。ねえ、りゅうちゃんがしたらめちゃくちゃ細かいじゃん。うん、斜め下の話ですよ。そう。からちょっと上目遣いっぽくちょっとチラッと見て。うん。なんか入り込んでるりゅうちゃんめっちゃいいね。ねえ。でもなんかさ、ほんと品があるから、りゅうちゃんは。うん。いや、みんなめちゃくちゃ品があるんだけど、やっぱりゅうちゃんも和歌だからさ、言ってしまえば。うん。なんか悪ぶってるけど、衣装も相まってさ、なんだろう。普段はやっぱりそう和歌だけど、たまぎ裏の顔あるみたいな、そういうのがいいじゃんね。あー、そうだね。なんか表の顔と裏の顔みたいな。うん、いや、そう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 。なんかそんな感じよね。そうだね。だからやっぱ今夜だから、ちょっと悪くなっとるんかも。結構アングラな感じだしね。うん、そうだね。だから、暴れん坊将軍で、和歌が下界に降りてきて、恵みの人たちと一緒に寄るけど、そういう感じよね。いや、わからん。わからん話だった、ね、ごめんね。どんどんわからん例え出てくる。なんでセーラームーンで例えてくれんがって話よね。暴れん坊将軍ってあれでしょ、海沿い、馬で走るさ、エンディングかオープニングかだよね。そうだよ。タンタンタン、タタタタタタタンタンタン、タタ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 ンタンタン、だから。ねえ、歌える、すごい。やばい。久々にその曲聴いたわ、なんか。粉丸バージョンだけど。なかなか再現度高いと思うんだけどな。高かった、高かった。で、その後さ、ソータが真ん中に来てさ、あの、MV でもあったけど、うん、あの、ストンプ言い慣れてない。うん、ストンプうん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 。ね、なんかバンバンするやつね。足とか手とかバンバンするやつ。そうだね。結構、なんか、音が少なめで、なんか、足音みたいなので響かせる感じね。うんうんうん。いや、これね、実際見た時もめちゃくちゃ迫力あって。うん。なんせさ、ほら、真ん中のソータさんが、本当に暴れてらっしゃるからさ。うんうんうん。なんか、ちょっと似合って笑うのも最高だし。そうね。うん。なんか、ずっと、パン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 、ドンドンのところさ、ドンドンがめちゃめちゃ早いね、ソータの入り方が。うん、なんか、はいはいはい。すっごいスンスンってなるんね。うんうん。なんか動きとかやっぱさすがだよなって思わされたよね。わかる。やっぱ引き締まるよね。やっぱソータ真ん中いるから。うん、いや、そうなんそうなん。しかもさ、なんかその MV、あのダンスパフォーマンスの方はさ、そのストリートファッションだから、結構ダボダボめでさ、それもめちゃくちゃかっこよくて、でも今回黒衣装でピタッとしてるから、なんかスタイリッシュなかっこよさもあって、
ここすごい迫力、また新たな迫力っていうかさ、うんうん、違った良さがまたあるよね。いや、そうだね、うん。シルエット確かにちょっと違うもんね。うん、そう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 。しかもさ、その飛ぶところとかすごかったからね。また。そうだ。この前ずっと言ってるよね、その、ソータのさ、ジャンプの高さが。いや、だってすごい遠くから見ても、めちゃくちゃジャンプしてんな、あの人ってなるもん。うん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 。あの人とか言ってあれだけど、そうとなんだけど。うん。高さでわかるっていうね、誰かね。いや、わかるわかる。でさ、そダンスの後、終わりがさ、パーってなんか、こうなんだろう、ブレーキみたいな音。うんうんうん。で、カメラも、ぐわーって横に倒れる、なんか倒れたみたいな、横転したみたいな雰囲気になって、そのまま終わって、ドゥン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 ってなってくじゃん。そうなん。しかもそれもほんと音続いててね、なんか。大好きなやつだよね、うちらがね。大好き。そう、いろんなつなぎがあるじゃん。この、今回のライブって。うん。中でもここじゃない？うちら大好きなのが。そうだね。だって、ドン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 ってさ、この一続きのドン、ドン、ドン。いや、そうだね。一続きのドン、ドン。すごいいいじゃん、リズムが今の。一続きのドン、ドン、ドン。そう。これなんか、うわー、来たーってなったよね。うん、なったなった。まさかって思ったもんね。そう。来るか来るか、あれこれはみたいなから気づいてからのさ、イントロがもうやばいよね、なんか。いや、やばいやばい。あと、一続きのドンドンドンってちょっとさ、ヤスシの曲でありそうじゃない？ありそうじゃない君だけにチュチュチュみたいな。テントウムチュの話わかる？誰か。多分一人ぐらいかな、わかるとしたら。君だけに、せーの、チュ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 。時差ある。時差ある。待って待って、俺の中では一緒だったんだけど。ズームだから、ちょっと時差ある、ウケる、マジで。じゃあちょっと、動画見て楽しみにしてるわ。で、以上でね、聞いてください。ミリビリしかやってないんです、私たち。そう。あと、ビトゲのイントロまでだったね。しかもさ、しかもうちらさっきさ、せーのって言ったけどさ、君だけに、せーのって言ったけど、そのせーのが収録一回止めた時に、それライブバージョンだよって言った時に、もう震えすぎて、笑い死ぬかと思ったよね。して、久々にこんなお腹痛くなったわ。ほんと辛かったから、もう、今、やばい思い出して。でも普通にさ、純粋に二人ともライブバージョンで歌ったよね。そうだ。でも分かる人おらなくて申し訳ないね。本当申し訳ない。本当申し訳ない。まあでもね、次のビトゲマジで、マジで大好きだからさ。うん。いや、マジでよかったね。うん。やっぱこれもなんかビトゲも一曲で終わるんじゃないかと思ってるよ、もはや。大好きだから。やばいよ、これどれだけ刻む？なんかさ、ね、このペース、でも、まあ言うても大丈夫か。頑張れば、毎日休まずいけば。でもさ、3月27日ぐらいかな？なんか配信の期間1ヶ月ぐらいじゃん。あー、そうだね、そうだね。やばいよね。だから。やばい。配信、しかもこれで終わっちゃうじゃん。なんかなんつうんだろう。配信終わるまで何回も見たいじゃんね。けどさ、刻んで収録で終わりそうじゃない？やめてよ。なんでうちらってこんな変なんかね。ウケるわ。ちょっとあれだね。まあでもそろそろさ、タイトルにさ、世界一刻むとか、なんか書いてもいいかもね。うん、確かに。紹介文とかね。そう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 。まあだからさ、次のうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。